じゃ、時間でもありますので。始めさせていただきたいと思います。じゃあ、辻田さんから聞くをお願いします。はい、ありがとうございます。皆様、本日はえっ、ー、とトラック1にお越しいただきましてありがとうございます。えっ、ー、と、本日のテーマは、えー、金融商品、バリエーションの最新動向を求められるデータインテリジェンスということでえー、特に運用会社におけるえっ、ー、とデータマネジメントという観点で、えっ、ー、と実務家の皆様をお招きしてですね。あのお話をしていければというふうに思っております。 でえーとまあ、なぜデータインテリジェンスが、えー、と今問われているのかということなんですけれども皆様そのご承知おきのとおりあのいわゆるその時価算定基準が入りましたというタイミングで、まあ、すごい偶然なんですけれどもロシア・ウクライナ危機が起こったということがあって、まあ、いきなりです、ね、あの実地で走らなければいけないというところであの現場の方々非常にあのご苦労されてきましたし、まあ、今もまださ,されていることなのかなというふうに思っています。 でえっと、これはその自家評価だけじゃなくって、次に来るものも見えてきていて、それは何かっていうと、やっぱり ESG なんですよね。で、えっと、ESG の運用というところがメインストリームになっていく中で、これに関連するデータっていうものが、やっぱり結構まだ未整備だと、まあ、こういう状況の中で、そこに対してどうマネジメントしていくのかっていうことが、まあ、これから非常に大きいテーマになってくるのかなというふうに思っています。 で、まあ、今日は50分あの時間いただいていますので、その時間の中でですね、時価算定基準と、それからロシア・ウクライナ危機の関連の話、それから ESG のえっとデータに関する問題というところをまあカバーしてえっとお話をできればいいかなというふうに思っております。で、えっと、今日はですねあの実務課の皆様にお集まりいただいてますので、えっと順にあの自己紹介をえっとしていただければというふうに思います。中田さんから順番にお願いいたします。はい 私、ニッセアセットの中田と申します。本日はお集まりいただきありがとうございます。私は前職では、損保に勤めておりまして、金融法人営業、政策株式の投資等を経て、当社に入社。その後、投資一人のミドルバック業務、経営企画を経て、10年近く投資信託の基準価学算出業務を主に担当しております。 細かい実務等も担当しておりますので、まあ、その点も踏まえて皆様に少しでもお役に立てるお話ができればと思いますので、本日はよろしくお願いします。リソナーセットマネジメント佐藤と申します。本日よろしくお願いいたします。私はえ 昔のですね、大和銀行というところに入社いたしまして、現在のリソナ銀行になりますけれども、そこで15年ほど国内債券のプロップトレーダーを経験しまして、その後、信託部門、アテッドマネジメント部門に移ってまいりまして、債券のファンドマネージャー、あと、オルタナティブ、ヘッジファンド投資を経験しまして、2014年より今の インデックス運用部やってることはパッシブ運用とあとクオンツ運用それを統括するという形をやっておりますよろししくお願いします。 本日はこのような機会をいただきまして誠にありがとうございます。私は日本マスタートラスト信託銀行の業務企画推進部というところで、主にこう資産管理の企画に携わっておりまして、直近ではですね、ビジネス開発グループというものを立ち上げまして、資産管理の中で新しいビジネスを考えていくというチームを率いておりまして、本日はお話しさせていただこうと思います。 えっと、日本マスタートラストはですね、三菱 UFJ フィナンシャルグループの方に属しておりまして、三菱 UFJ 信託の子会社でですね、年金資金や投資信託、まあこういったものを約600兆円ほどの有価所券を預かり、保管決済をしている資産管理の専門銀行となっています。 え、弊社の方では1日あたり約2万件から5万件の役場処理、トランザクション処理をしておりまして、1日あたり約40兆円の資金を動かしているような資産管理銀行となっています。 また投資1人の運用会社さんとは大体約150社ぐらい、そして投資信託のライセンスを持ちの運用会社さんとは約90社ぐらい、お取引をさせていただいておりまして、資産管理の、失礼しました、資産運用の業界としてです、ね、縁の下の力持ち的な働きをしておりますので、今日はそういった立場で、信託銀行という立場でお話しさせていただければと思っておりますよろししくお願いします。 ありがととうございます、S、ますすローバルの吉申し私は投資銀行などで長年フィクストインカムのトレーダーをやっていたようなバックグラウンドではあるんですが2017年より今の S&P グローバルまたはその前身の IHS マークイットに属しておりまして主にフィクストインカム関連ではありますが金融商品のマーケットデータ それからデリバティブ関連の金融商品を含みます自家評価のサービスを運営しておりますまた最近では各種規制対応会計対応などに効率よく効果的に金融機関さんがアプローチできるようなご提案議論ですとか マシンラーニングですとか AI を使った投資ストラテジーまたはトレーディングにどうデータを使うかというような議論もさせていただいておりますあの本日はよろしくお願いいたします皆さありがとうございますそれは早速ですけれども最初のテーマの方に移らせていただければと思います、えっと、まず吉田さんあの時価算定基準の導入にあたってあの実際に何がですね課題になったのかというところをあの一度おさらいも含めてあの簡単にご説明していただいてもよろしいですか はいいありがとうございますそうですね、この時間算定の基準、特に日本の会計基準においては、2020年の会計年度よりもより本格導入されておりますが、これを簡単におさらいいたしますと、まずは日時の市場観測データを使用することが義務付けられたこと、そして市場で秩序ある取引をした際の出口価格、こちらが時価であると。 という,ふうに定義されたことまた、時価の算定プロセスを、えー、インプットと評価技法という2つのステップに明確化し、構成価格の算定の前提、過程となるインプットを市場観測データ、まあ、流動性に応じてレベリングすることなどが求められることになりました。また、この入手できるインプットを最大限利用できる評価技法を使用することなども定められております。 また、もらい時価と呼ばれます、取引相手のブローカーさん、業者さんからもらっている時価に関して検証を求められたりですとか、デリバティブのカウンターパーティーリスクであります CVA、DVA の計算。こちらも場合によっては公正価値に入れる必要が出てくるというのも設定されました。えー、その後、1年の検討期間を経て、投資信託の、 とすいません。基準価格,準価格の時価使用ですとかあ、それから市場価格のない株式の規定、えー、取得原価の使用のが認められるなどというのがあ決まってまいりました、まあ。私どもデータベンダーとしていろいろお客様とお話ししている中で、当然こういった内容というのはものすごく見新しいわけではなくて、皆様、あこれまでもネットアセットバリューの計算などで、えー、ご経験されてきたことが、あ 書かれているだけということではありますが、まあ、一方で会計基準という一般的な基準として明確、明文化されたことによって、まあ、それに対して日常業務との整合性を含めて、いかに効率的に、効果的にこういったものに取り込んでいく,いくのかというところは一つのチャレンジになるんじゃないかというふうに思っております。 またこういったアセットクラスさまざまなアセットクラスに対する自家評価のプロセスの透明性ですとか流動性リスク管理というのは会計基準に限らずさまざまな規制の背景と標準を合わせていると思いますので、まあ、そういった長期的に見た将来像なども見据えてコストやリソースの最適配分を行うというところも一つのチャレンジなのではないかなというふうには考えております。 吉田さんありがとうございます吉はあの,田さんはあの目新しいことはないと言ってますけど、中田さん、実務課の立場としてはどうですか運用資産の評価については、基準価格算出の根幹をなす要素でして、会計基準の有無にかかわらず、非常に重要なものであるということについては疑いはありません。ですので、当社では、基本的には市場,価格の市場価格のある資産を投資の対象としております。ただし、 投資開始時は市場価格があっても、後に公表がされなくなるというケースがあります。そういった場合には、投資シンタ協会ルールや社内ルール等に乗って、その取り扱いを決定することとなります。具体的には、例えばその算出、公開がされなくなった理由であるとか、それが一時的なものなのか、継続するものなのか、等を情報を収集し、社内の関係部署で協議し、場合によっては信託銀行や監査法人、 と外部の方のご意見もいただきながら、それぞれ取り扱いを都度一律ではなく、個別に決定していくというプロセスをとります。で、難しいのは、あの、デリバティブですね、市場価格のない資産を組み入れる場合。当社は主には、死、え、亡、ー、投資、まあ、プロ投資家向けの組み入れではあるんですけれども、非常に額が大きくなってきているので、その取り扱いは、ちょ、注意を払っております。で、具体的には、えー まあ信頼性の高いベンダーさんから評価をいただき、ただそれだけではなく、当社では運用部門と連携し、日々その時間の妥当性を確認するプロセスをえきちんと確立するということで対処しています。ただ、CVA とか DVA の話が出たんですけれど、要はあの信用リスクをプライスに織り込む手法、それは現在弊社では採用しておりません。対処としては、 例えば、遠近にスワップであれば、JSCC の中央生産を利用する。トータルリターンスワップ等であれば、イスダ CSA をきちんと締結して、日々の担保管理をちゃんとやる。といったことで、信用リスクを極力排除するという方策で対象しております。で先ほど、信用をおけるベンダーさんという話が出たんですけれど、今回の,あの会計記事の導入にあたって、各ベンダーさんには、例えば評価のプロセスであるとか、 そのプロセスが国際会計基準に準拠しているとか、そういったことを個別に確認する機会を設けていただいたんですけれども、ま今後そういった取り組みというのはますます重要になっていくと思っております。長野さんありがとうございます。あの先ほどその信託銀行との共同って話もありましたけれども、木村さんいろんな会社さんを見ていてこの辺どうでしょうか。はいありがとうございます。 えっと、まずは、あの、皆さんに、えー、受託銀行、信託銀行が、まあ、自家評価に関してどのような業務をしているかっていうのを簡単にご紹介させていただこうと思います。えー、信託銀行ではですね、まあ、主に二つのパターンがございまして、まあ、一つは、あの、年金,金、えー、年金基金さんからお預かりしているような年金特金での自家評価。あとは、先ほど中田さんがおっしゃられたような、えー、投資委託会社さんが作っている投資信託の管理をしている自家評価。 まあこういった2つの時価評価の仕方をしておるんですけれども、先ほどありました中田さんのおっしゃられてた投資信託の方ではでは、委託会社さんとが算出した時価と、受託銀行、私どもが出した時価を照合して、最終的には基準価格を算出し、新聞公表などをしているということで、そういった照合業務を行っている時価評価というのをやっています。 一方で、年金のお客様に対しましては、私どもが公正価値算定規定というものを持ちていまして、実際にどういった時価をつけるかというルールを決めています。このルールはですね、実は古くは厚生年金基金連合会というところが出した基準に基づいて作ったルールとなっておりまして、こちらのルールはですね、市場価格に近い価格を優先し、あとはブローカーから取材したものや、あと理論価格、こういったものを採用するようなこともあると。 いうふうになっております。で、このような立場ですので、運用会社さんの皆さんからは、ご採用する時間についてご相談をいただいたり、逆に私どもからご相談させていただいたり、いろいろ意見交換をさせていただくようなこともございまして、実際に採用する時間がですね、説明しやすい市場価格であれば、 議論にはあまりならないんですけれども、まあ、実際に時価がこう出てこないとかでこの時価をどう使うのかっていうのが怪しいような時価に関しましてはやはりこう運用会社さんとあと会計士さんとか、まあ、こういう方々と相談しながら、まあ、実際に採用する時価を決めていくというようになっておりまして、まあ、受託銀行として運用会社さんのこういったサポートをしているっていうのが今の状態です。 ありがとうございますあのベンダーさんとのやっぱりその協議っていうのはこれからすごい重要になってくると思うんですけれどもこれ吉田さんに聞いていいのかとか分かんないんですけどあのベンダー選ぶときのポイントっていうのをあの逆に選ばれる側の立場からあの少しコメントいただければと思いますがありがとうございます、えーまあ、どういうベンダーを選ばれるかというのは当然金融機関さんのご判断にはなるんですがあ、まあ、日頃いろいろな金融機関さんと ベンダーとしてお話ししている中で我々が提供するサービスの中の重要な点というのは何かというのをポイントとしてまとめますとまず一つは当然ながらデータクオリティであると思いますこれは先ほども会計記事に出てきましたように市場参加者間で秩序ある取引を行う際の取引価格。 いわゆる私どもの市場コンセンサスなどと呼んでおりますけれどもこれに近いアウトプットを常にお出しできるかどうかというところはポイントになろうかと思っています。また一つ一つの債券株のバリュー日々のバリューがこういったクオリティに対してどの程度のアウトプットになっているのかというのを測定できるような 情報というのを常にアウトプットとしてお届けすることというのも大事なことなのではないかなというふうに思っておりますまた別のポイントとしてはそのプライシングプロセスですとかメソドロジーの透明性というのも当然求められると思っておりますそれからこういったサービスをしっかりとサポートできる体制というのも非常に重要かと思っておりますでこれはサポートと一言で申し上げましても あの私ども考えるにはその規制要件のグローバルトレンドまたはそれを前提としたローカル日本のマーケットでのリクライアメントこれを理解していることですとかさまざまなその金融商品新しいものも出てきますけれどもそういった商品の内容の理解またはその商品に対するプライシングロジックの理解こういったものも重要かと思います。 またマーケット動向の把握というのも重要かと思っておりますしそういったものを統括的に日本語でカバーができるようなサポート体制これがあのとても大事なのかなというふうに思います先ほど中田さんから頂い,いたようにそのデリバティブの評価において先ほどの市場コンセンサスを図るにはどういった手法があるのかというご提案をしたりとかですねそれからあの木村さんもおっしゃってたようにそういった自宅銀行カストディアンの方々が アドバリューしやすいようなデータというのはどういうものかですとかまた関算法人さんに対してご説明する上で必要なデータというのも具体的に揃えてご提供したりとか、まあ、そういったさまざまなそのデータ活用のアイデア創出というんでしょうかそういったことを付加できるベンダーというのが今後ますます重要なのではないかと思います。 吉田さん、ありがとうございます。あのいろいろ、えー、とポイントいただいたんですけれどもあの、データのクオリティを確保できていることはもちろんとして、まあ、きちんとそのプロセスを、えー、と説明していること、それからそのプロセス通りになっているかということを、まあ、きちんとその事後的に検証できること、まあ、ここはやっぱりポイントなのかなというふうに思います。 あのやっぱりその時価算定基準で求められることを一言で言うと結局はやっぱりその運用会社があの時価に対してオーナーシップを持ってくださいということに多分尽きるんだと思うんですよねなので、まあ、きちんとそこを説明できるだけの材料をあの提供できるっていうことがやっぱりベンダーにとって非常に重要なのかなというふうに思いますありがとうございます そういった意味では、ですね、まさにそれが問われたのが、あの直近のロシア・ウクライナ危機だったんじゃないかと思うんですけれども、あのまずですね、えっと、このロシア・ウクライナ危機の際に、ですねあの、プライシングに関して何が起こったかというところについて、吉田さんの方からご説明いただければと思います。はい、あのせっかくですので、ちょっと弊社のデータを使いながら、スライドで簡単に振り返りたいと思います。 こちら、ロシアの CDS のマーケットの今年の2月の頭からの推移です。2月のロシア・ウクライナ侵攻以来、ロシアの CDS ワイドニングをしております。この黒線は回収率をトレードするリカバリースワップと呼ばれる取引の状況でございます。こちらは、ワイドニング、CDS のプライス自体のワイドニングに比して比較的安定しています。 6月に入りますと、クレジットイベントが確定、いわゆるデフォルト、CDS のデフォルトというのが確定しまして、グレーのラインであるところの倒産確率が100%に張り付いています。で、その後ですね、回収率を取引するリカバリースワップが動き始めまして、えー、後ほど現物債もお見せしますけれども、回収率が上がってきています。で、これに伴いまして、 えー、CDS のプライスも下がってきてる。まあ CDS のプライスとリカバリースワップの合計が倒産確率になりますのでまあ、こういった関係が見られますまあ、CDS に関しては市場参加者も少ない,いーマーケットですのでまあ、様々なご意見あるかと思うんですがまあ、こういった情報も一つの参考として、えー、使えるのかなということでお渡ししました でこちらはロシアのドル建ての債券の債券価格の推移でございます。で左側がです、ね、ドル建てなんですけれども、ソフトカレンシー債と呼ばれております、最終的にはルーブルで払うことが許容されている債券の価格です。で右側はあードルハードカレンシー債といって、えー、ドル建てでしか払えないという,う条件がついている債券です。 でこれも同様にですね、2月の、すみません、3月の頭から5月にかけて、非常にプライスが下がっているということが分かります。で、まあこの、このあとですね、最近のマーケットでは、いわゆるアメリカの経済制裁を受けないような投資家さんの会なども見られていて、価格が上がってきているところが散見されております。 で、この一番売られたところなんですけれども、ソフトカレンシサイに関しては3以下、あの、額面100に対して3%以下に落ちていますが、ハードカレンシサイに関しては20%弱ぐらいでとどまっております。 まあ、いずれにしましてもです、ね、この3月に入って、えー、アメリカの経済制裁の下で,です、ね、支払い能力があったとしても、眼利金の返済がどうなるか分からないと言われている期間、こちらが一番不透明だったところで、皆様もいろいろご苦労された期間なのかと思います吉田さん、ありがとうございます。あのオペレーションの人としては、ものすごい地獄のような時間だったんじゃないかと思うんですけれども、永田さん、どうでしょうか。 はい、えー。このロシア関連の株式債券の評価については、まあ、我々だけではなく各委託会社相当苦労されたと思います。またそのように聞いてます。で当社の場合は、えー、債券については、えー、ベンダーさんが評価を継続している間になんとか売却ができたので大きな問題にはなりませんでした。ただ株については、まあ、DR の形態で保有しているんですが、まあ、インデックス運用だということもあり、売却もできず、 そうこうしているうちに市場での価格が、まあ、取引が止まってしまったという状態でしたので、しばらくは直近の終値で評価するということをせざるを得なかった。で、その後ですね、まあ、だったらもうゼロにするべきかという議論はあるんですけれども、ただ、あのその株なので、えーそ、対象企業自体がデフォルトしたわけでもないし、 実際その DR がロシアの現地株に転換され、ロシア市場で売却できるという可能性も、それなりにはあった。という状況がゼロにするということにも相応の抵抗感があった。ということです。ただ状況が進捗していきまして、DR から現地株への転換が、自治として、まあ全然進まない。また、もし転換できたとしても、それを、 売却するということ自体が、オーファク規制に抵触する可能性が極めて高いということが判明する中で、もうこれはゼロとせざるを得ないという判断をし、えー、判断をいたしました。その際は、先ほど申し上げたようなプロセス、社内で協議を行い、まあ、新宅銀行、監査法人さんとも協議しで、本件に関しては経営レベルにまで報告を行い、ゼロ評価をするという決定をいたしました。はい。まあ、非常に、 苦しい決断ではあったんですけれども。で、まあ、あと、こういった場合に重要になるのは、やはり情報が錯綜する中、いかに社内で情報連携するということだったと思います。で、弊社は、運用とトレーディング、そして我々のバック部門でボックスを活用して入手した情報を即座に社内連携できる仕組みを構築したんですけれども、今後そういった取り組みというのも重要になるかなと思っております。 中田さんありがとうございます。あのまあ社内連携の話が出ましたけれども、あのバックじゃなくてフロントの方の見方もちょっとご紹介いただけますか。はいあの2月のところから3月にかけて、えー、中田さんのところでですねあの臨場感のあるお話がありましたけれども。 こういう中でですね、同じようなことは弊社でも起こっているという中で、フロントサイドが自家算定に対してできることというのは、市場に実際に、まず自家算定について考えたときに、市場あるいは相対で取引されている価格がしっかり利用されるということでありますけれども、実際にですね、市場に向き合っているフロントサイドとして、 できることというとですね、この中で適正な自家算定が行われるように市場の状況とか、あるいは今回のロシアで言えば参加者がどういうことが、参加者への制限とか、あるいは流動性、取引量とかに関して正確な情報を取得して収集発信することと。本当にあの基本的なことなんですけども、今回のですね、自家算定基準について、 先ほどから出ていますけれども、市場参加者が、秩序市場参加者間で、秩序ある取引が行われると想定するというのが大前提になっているんですが、今回もそこが崩れているという状況だったと思います。でまあ、株式の話出ましたけれども、2月の末にロシアが侵攻したときに、市場が一回閉じましたけれども、3月になってから再開されていると。 いう中ですが、非居住者に関しては取引ができない状態になっていたという状況であってますから、この状態でですね、取引所の価格を自家探偵に使用するというのは、まあ、適切じゃないという状況になっていたと思います。一方でですね、中田さんからはありましたけども、近い将来にまた非居住者が取引ができるという可能性がある場合には、それはゼロ評価してしまうということ自体が妥当でないと、 いうことでありますので、あの、本当にロシアのですね、この件に関しましては、難しい判断が迫られた局面だったというふうに思っています。それでもう一つですね、運用フロントとしてインデックスプロバイダーさんがですね、今回行われたのは、速やかに自家評価をゼロにしてですね、インデックスから除外したという形をとっておりまして、これは結果論になりますけども、この判断というのは、 ああまあ素晴らしい評価だったとあ素晴らしい判断だったというふうに評価になると思っています以上ですありがとうございます。木村さん毎度毎度で恐縮なんですけどあの信託銀行さんいろんな運用会社さんとお付き合いあると思うんですけれどもあのこちらにもコメントいただけますかはいありがとうございます。 受託、えーまあ、銀行の方ではですね、まあ、自家ベンダー、えー、自家総数は複数から、まあ、自家を入手して評価をしとるんですけども、まあ、今回のロシアの件で申し上げますと、まあ、ある自家ベンダーさんから突然自家が配信されなくなるというような事態が起こったことを思い出します。 でまあ、もちろん、その自家が発生送られてこなくなる一方で、送ってくるベンダーさんもいらっしゃっていて、実際、現地がどうなっているのかっていうのが、まあ、やはりこう人,人づてという表現は良くないですが、直接確認もできず、まあ、どのような形で何の評価なのかっていうのは、やはりこう数字を見ただけではちょっと分からないっていうのが、まあ、実際にバック部門での、まあ、感じたところでございました。 まあその後、先ほど佐藤さんからお話もありましたけれども、と株とか DR、こういった取引所が再開されて、時価が配信され始めたんですけれども、実際に数字はえ入手できるんですけれども、実際にこの価格っていうのは、先ほどありましたように、非居住者の私たちがまあ取引ができないという状況でまあ入手した価格、この価格って本当に出口価格と言えるのかっていうのは、やっぱり内部でも議論になりまして、 この取り扱いというのが相当困難、実務的には困ったということでした。ロシアについては今まであまり経験したことのない状況でしたので、この取り扱いをどうしていくかというのは、多分答えは一つじゃないんじゃないかなというような気もしておりまして、いろんな会計士さんとかにも相談もしたりもしましたけれども、やはりこの時その時の状況を総合的に考えして、 まあ価格どういうものを作るべきかというポリシーを持ってまあやっていくということがまあ重要なのかなということでまあ今回はそういった方針を決めてやってきたという状況ですすありがとうございますあの今、経験のないまあ事象だったというお話がありましたけれども。 多分また起きると思うんですよ、ね、そのやっぱその地政学リスクもすごい高まってきている中で、あのこういった、いわばそのテールリスク的なことが起こるその頻度ってまあ上がってくるのかなというふうに思うんですけれども、まあ、そうした不透明なマーケットが続く中で、その運用会社ってそのデータのマネジメント、こういった状況をハンドルするために、何をしておけばいいのかということについて、ちょっと吉田さんからもコメントいただいてもいいですか。うん、ありがとうございます 少しグラフをですね、追加でご覧いただきたいと思います。同じ債券のグラフです。この黒線は各債券のオファビット幅を示しています。額面価格ベースですね。両債券とも基中にわたって1.5ポイントから2ポイントの間で比較的安定していることがわかります。このグレーの縦棒グラフ、こちらはその日、 それぞれの日に弊社でプライス提示をしていただいたマーケットメーカーさんの数です。期中にわたって10社以上が価格提示していることがわかりまして、まあ、大きな下落プレッシャーがかかった3月10日近辺で、えーまあ、ソフトサイだと10社弱、ハードサイですと15社以上がマーケットに参加していたことがわかります。 ま、先ほども触れた通り、これ、ロシア債の中でも比較的流動性の高い、また、中田さんもおっしゃるように、その取引ができるものであるわけなんですが、ま、こういったデータに常にアクセスできるようにしておくということは、ま、何らかの一つのご参考になるのではないかというふうに思います。まあ、同様に CDS もですね、え、その、それぞれの日にどれ程度の業者さんが参加されていたのかというのを縦の棒グラフ、薄い茶色であ、薄い灰色で示しています。 またちょっと、あの、計量が違うんですが、いわゆる不動産、今後も起こるかもしれないという意味では、今、中国の不動産関連のクレジットの話というのが、グローバルのクレジット市場では大きな話題になっております。左が去年の12月にデフォルトしたエヴァーグランデ、右が今年の3月にデフォルトしたサナックの再建価格です。で、スケールは2022年の今年の、今年いっぱいと言いましょうかね、のタイムシリーズになっています。 まあこの線がそれぞれシンに対する債券価格で点がですね、この発行体に対する債券の市場観測できたビットプライスの赤が一番低いビットプライス、このオレンジが一番高いビットプライスで黄色が30平均のビットプライスになっています。 こういった形で、例えばデフォルトをしたような債券でも、ですね、市場観測されているビットプレイスがあるかどうかを、これもですね、まあ、簡単にアクセスできるような状態にしていくというのが、一つのマーケットカラーの把握になるんではないかというふうに思っております。あの少しスライドを作ってみました。で弊社でまたほかにお話ししているのは、こういったビットアスカ幅に加えて、ですね、銘柄別の取引頻度。 過去何、1ヶ月でどれとれとトレードされたのか、またはトレードされたレベルとエンド・オブ・デイで時価評価した直近の数値の乖離ですとか、または銘柄別の保有者のモニタリング、または銘柄別の担保拠出状況などのセキュリティファンディングのデータ、まあ、クオートやマーク、各金融機関さんが時価評価されているマークのぶらつき具合のモニタリング、 などなどということで、まざ、あ、まなアイディアが出てきております。まあ、こういった繰り返しになりますが、データインテリジェンスデータアプローチのマーケット分析という視点も、あの今後使い道があるのではないかなということであの考えております。西田さんありがとうございます。まあ、言ってしまえばあれですよね。その流動性リスクっていうものが、本当にその顕在化する世の中になってきたんだなっていう気があのしています。 佐藤さんにちょっとお聞きしたいのが、まあ、フロントサイトとしては、やっぱりその流動性リスクの管理っていうところが、まあ、かなり焦点が当たってきたのかなっていうふうに思うんですけれども、この辺あの現在取り組んでいることとか、お話いただいてもよろしいですか、はい、まず、流動性に関しましては、ファンドマネージメント上で非常に重要な要素になっていると。 いうことにありまましてまたその例えば流動性が枯渇するような状況に乏しくなってきた時にいかにうまく処理するかというのがファンドマネージャーのスキルの一つであるというふうに思っています。で流動性を、まああの測る尺度今吉田さんの方からいろいろとありましたけどもファンドマネージャーが実際にですね売買を行うにあたってやはり見るという形になりますと、えー、手っ取り早くというかですね見ることができるのは え、債券とか株式の先物の,の価格、プライスだと値動き、これがやっぱり、えっと、短期的にはですね、非常に参考になるという形になりまして、ここの、 え、流動性に懸念が生じてきた場合とかっていうことになってきますと、トレーディング部門とですね、実際に対峙しているトレーディング部門と頻繁に意見交換を行うことによって、詳しいところまでチェックしていくということが実際のところになっています。例としてですね、最近起こったというかですね、流動性がなくなったという局面の例としては、日本国債のですね、6月ぐらいですかね、日本国債の流動性が一回非常に落ちたと、 まあ一回というかですね、まだちょっと非常に不穏な動きをしてますけども、まず流動性が落ちている背景をしっかり把握することだと思っています。まあこの今回の日本国債の例で言えば、世界的に金利が上昇する中で日本の国債の金利も上昇していったと。 そこでですね、日銀、日本銀行の方が、無制限オペを実施したはいいんですけども、10年債の、ま一部の銘柄3三柄ですけども、これをですね、無制限に買うということが起こりましたので、その10年のとこだけプライスが下支えされるという形で、他のところは上昇してしまって、まずイードカーブが非常にいびつな形になったと。 で、それからですね、まだ金利上昇が止まらなかったということがあって、日本銀行が行ったのが、えー、先物の,のいわゆるチーペスト、これを無制限オペの対象に加えたということがありましたので、これで何が起こったかというと、まあ、あの、ご存知か方も多いと思いますけども、先物と、いわゆるチーペストの関係が、本当にあの、なくなってしまうというか、関係しなくなってしまうと。 これが起こると、かなり危機的なことが起こるのが、いわゆる債券のヘッジとして先物が機能しなくなってしまうということが起こりましたので、これが、本国債のいわゆる流動性に大きく影響したという形になっています。流動性の面ではですね、その時々で、やはり背景とか、 をしっかり理解した上で、影響がどのように及ぶかというのが異なってくることがございますので、それを理解した上で、まあ、正確なデータに加えて分析をしっかり行って、それで、その都度というかです、ね、まあ、グルーピングというか、似たような対応もできることもあるんですけれども、しっかり情報を状況を把握して、対応していくということになると思いますありがとうございます。やっぱりその状況が揺れ動く中で、まずはそのクオリティデータを揃えること。 で、そこに対して、まあ、きちんとその説明能力を備えることっていうことになりますかね。ありがとうございます。 えっと、まあ、ここからですね、ちょっと、えっと、テーマを変えて、えっと、次の、えっと、ESG の、えっと、データという話を少し、えっと、させていただければというふうに思っています。まあ、皆様ご承知おきのとおりですね、あの、昨今、その ES、まあ、猫も尺子もっていうと怒られそうなんですけれども、あの、ESG の投資というものは非常にトレンドになってまして、でその中で、当局もですね、まあ、プログレスルポート等の中で、その実際にその ESG 投資に使っているデータ、 っていうものをそのきちんとそのクオリティを担保できているのかということについてまあかなりあの焦点が当たってきたのかなというふうに思っているところですでえっとこういったところについてえっとまあまずはですねそのデータを実際に提供しているあの側の立場で吉田さんからお話を伺えればと思いますありがとうございますそうですねおっしゃるように ESG 関連のソリューションまたはお話というのはまあホットトピックスでして 今日のメインセッションでも ESG に関わるセッションがいくつかあったというふうに皆さん聞いていただいたかと思いますでこのマーケットデータの観点も含めて考えているところ私どもが考えていると私が考えているところとしてはまず ESG への金融機関としてのアプローチ2つあるかと思っています1つは投資行動の結果として持続可能な経済成長の推進 をすることで、まあ対応力のディスクロージャーや規制対応も含めてですね、社会の ESG 推進に貢献するというところが一つあろうかと思います。で、もう一つのアプローチは、こういった今後の気候変動ですとか、まあインクルーシブな経済活動へ、世の中が移行していく中で、当然ながら将来の資産価値、 持ってらっしゃるポートフォリオの中のですねアセットの価値が変わっていくと思いますでそれをまあどのように予測するなり分析するなりしてリスクヘッジをしたりですとかリスクテイクをしたりするというアプローチの2つを考えてがあるじゃないかと思いますで前者につきましてはあのこの前段の弊社のセッション今日のセッションにもありますように 気候変動シナリオですとか辻田さんがご指摘いただきましたそのモデルの妥当性ですねそれから規制ディスクロージャーの要件の把握などなどさまざまな議論がされているかと思っていますで後者に関しましてはまだマーケットデータが取り揃ってないヒストリカルのデータも含めてまだまだ整備されていない状況の中で今後重要,さ重要視されていく タタイプののデータなのではないいかと思っていま,すでまあ特に私のようなそのフィクスインカムを中心としたマーケットデータを扱う立場としてはこの後者を支援するようなデータに注目しています。具体的,な具体的には正確な証券属性データ今グリーンボンドサステナブルリンクトボンドトランジションボンドいろいろ出てまいりますけれどもそういった属性データに基づくマーケットプライス ししっかりととた把握と蓄積これによって今後投資判断リスクヘッジに資するようなデータセットを作っていくというところに今焦点を挙げてフォーカスをしているところです。 吉田さんありがとうございます。あの、そういったデータセットを使う側の、あの、お立場から、えっ、ー、と、お話を、えっ、ー、と、聞かせていただければと思うんですけれども、あの、まあ、先ほどすみません、猫も尺子もと言いましたけれども、あの、リソナさんもニッセイさんも猫もでも尺子でもない ESG 運用をしていると思ってますので、えー、まず佐藤さんから、えっ、ー、と、コメントいただいてもよろしいですか。 はい。まずですね、リソナーセットの ESG の取り組みを簡単に紹介させていただきますと、弊社は2008年3月に国連 PRI に署名して、その後、ESG に関しましては中田さんとあに負けないようにということはないですが、一生懸命取り組んできていたつもりでございます。 ESG に対するのデータに関しては、今日のメインセッションでも話題になってましたけども、取り扱いなかなか難しいという中ではありますけども、弊社の取り組みといたしましては、2014年にですね、MSCI さんのガバナンスクオリティという指数のですね、対して開発に協力しているというのがございますのと、あと最近というかですね、いわゆる企業様が発行する統合報告書、こちらの方を AI で分析しまして、その開示度を項目ごとに点数化とかスコアリングをするという形を行っておりまして、これをですね、企業さんとのエンゲージメントで利用しているというのがございます。で先ほどちょっと出ましたけれども、プログレスレポート、この中では、特に ESG 投資に対する開示ですね、これに対する評価がかなり厳しい評価が出ていましたけれども、まああの、プログレスレポートの中には、 他社さんの取り組みだとか、こういう課題だとかっていうのも紹介されておりまして、弊社におきましても、プログラスサポートに書かれていることで、我々の方ができてないことがあったらですね、他社さんの行動とかも参考にさせていきながら、改善していくという取り組みを進めています。昨日の日経新聞でちょうど中田さんのところの開示がですね、出ていましたので、ちょうど今日お知り合いになる機会ができましたので、うん 後ほどゆっくり伺っていきたいというふうに思っています。また最後にですね、インデックスの、インデックスではなくてデータ,データに関してですけども、こちらの方もですね、金融庁の方でありました ESG 評価、あるデータ提供機関に関する研究分科会という中でですね、 え、求める、いわゆる指針というのが示されていたと思います。え、この中ではですね、運用者に対しても、提言がなされておりまして、え、我々あの ESG 数というものは、実際内外株式で投資しているんですけども、その投資開始において、当然その ESG のレーティングの方法だとか、指数のメソドロジーについてというのはしっかり調べているんですけども、今回あの、 いわゆるどういうところがしっかり見なきゃいけないかというのも提言の中にまとめられていますので、弊社はこれに基づいて、ですねすでにあのミーティングを実施して確認したりということをやっていますありがとうございます。中田さんからもぜひお願いします、えー、当社では、ですね、えー、2008年から国内株式において ESG 評価を取り入れております。 でその後、まあ外国株式、国内外債券のクレジットまで領域を拡大してきて,、ま、きておりますで。特徴としてはですね、えー、外部機関のデータを使うというよりは、その企業の ESG の取り組みについて、インハウスのアナリストが定性的に評価を行い、分析評価を行ってレーティングを付与するということをしております。 ですので、あの、フォワードルッキングを重視しておりまして、えーまあ、過去の実績データを重視する外部機関のデータを使った ESG 運用とはちょっと違うかなというふうに思っています。ですので、えー、あくまで訂正判断、アナリストが訂正判断を行うということを基本にしていますで。ただ、あの、当社はネットアセット、えー、ネットゼロアセットマネージ、 アセットマネージャーズイニシアチブですね。に参加してまして、ポートフォリオの GHG 排出量等の削減目標を定めてます。で、それの、えー、測定にあたっては外部機関のデータを後半に利用することもあります。ただ、その場合注意しなければいけないのが、えー、外部機関が、えー、推計値を使っているような場合、データについてその企業の公表値と差異があったり、また欠落している部分があったり、 ということを意識しなければいけないです。で、その利用にあたっては、当社の方では常にそれを確認して、場合によっては、えー、外部評価機関の方に、えー、是正確認を求めたり、紹介を行ったりという取り組みをしております。で、金融庁の、えー、プログレスレポートでも、まあ、評価機関との対話を、えー、行いな、行っ うべきということが示されておりますので、その辺に留意しながらアカウンタビリティを確保しているというような状態です。皆さんありがとうございます。これえっと実際その使ってるデータのディスクロージャーとかっていうのはどんな感じなんでしょうか。はい、あのよくそう聞いてくれましたというところなんですけど、あの <laughs> 弊社ではあの最近開示、えー、を 重視する取り組みを推進しておりまして、具体的には、当社は ESG ファンドの定義というのを明確に定義して公開しております。それに該当するファンドについては、月報で開示するという取り組みを始めております。で、その中のファンドでも、このファンドは ESG の銘柄を好意に組み入れてますよということを歌っているようなものについては、実際にじゃあ ESG レーティングの分布がどうだったか、 ということをお客様にお示しするという取り組みを開始しております。で、将来的には、例えばこのファンドの CO2 排出量はどのくらいですよというところまで開示を行いたいんですけれども、それについては、お客様の誤解がないように、えーまあ、データのですね、フィジビリティであるとか、まあ、妥当性であるとか、ということを現在、検証している最中でございます。まあ、ゆくゆくはその開示にまで行けたらなという こともありまして、お客様により分かりやすいような説明を今後も心がけて取り組みを継続していく所存でございます。ありがとうございます。木村さん、あの運用会社さんから信託さんに対してその ESG に関するデータとかに関して問い合わせとかってあったりするんでしょうか。はい、ありがとうございます。 今、現時点ではです、ね、運用会社さん、各社さんから受託銀行に対して ESG 関連データを出してほしいというようなご要望というのは実はまだ来ていないというのが実態です。先ほどの佐藤さんとか中田さんがおっしゃられたように各運用会社さんの方で独自で取り組みをされているのだろうなというふうに思われるんですけれども今時点ではまだそういった状況です。 まあしかし、個人的にはまあ受託銀行がこうセカンドオピニオン的にこの ESG 関連データをえーまあ評価というかスコアリングをするということはまああの投資信託の受益者さんとかまあ機関投資家さんに対する説得力というのは増すのかなというふうに思ってますのでまああの受託銀行の方でセカンドオピニオン的にこう評価をしていくということはまあ将来的にはチャレンジしたいと思っているところです。し、まあ、しかしあの皆様の方ににはあのこう社会に説法では恐縮ではご この ESG のスコアリングっていうのがですねなかなかいくつかのベンダーさんが提供してくれてはいるんですけれども、まあ、各社そのポリシーがバラバラで。 ま、あの、自宅銀行が出した評価と、まあ、運用会社さんが思ってた評価が、ま、異なった場合のこの差の分についてですね、これが良いのか悪いのか、まあ、こういった判断が出てくると逆に、あの、難しくなってくるのかなという気もしてますので、まあ、こういったサービスを今後展開していくにあたってはですね、まあ、S&P さんのようにですね、ベンダーさんが共通のポリシーを出していただければ、まあ、それに基づいて私どもがきちんと評価をさせていただけるようになるのかなと思ってますので、まあ、S&P さんに期待したいと。 思います、えー。だいぶ高いボールが投げられた気がします。けれども、木村さんありがとうございます。あのここまでですね。えっ、ー、と時価算定基準とそれからその esg と、えー、いうことをまあ、切り口にですね。えっ、ー、と運用会社におけるデータマネジメントでどうあるべきなのかというお話をあの伺ってきました。 やっぱりそのクオリティデータを揃えて説明責任を持つことあともう大事なのはそこをやっていくためにはやっぱりその社内外の連携がすごい大事なんだなというのを、まあ、今日のディスカッションを通じてすごくあの強く思ったところでございます。えっと 本当はですね、えっと、この後、えっと、皆様に、あの、コメントもいただきたいところなんですけれども、これでほぼほぼ時間いっぱいでございまして、えっと、最後にですね、えっと、本当に、えっと、忙しい中ですね、このパネルに参加していただいたパネリストの方々に、あの、感謝を申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。